はい、ちょっとやっていきましょうか。今日は単発ということで、ドドアガじゃねえ、貝の冒険。で、60回までやってみましょうか。もうガンガン飛ばしていきますよ。もう単発ですから。どこだっけね。どこまで行くんだっけ。あれ、ワープポイントってどこだっけ。忘れちゃった。あれはなんだっけ。これはなんかスペシャルだか もう全然6回ぐらいでしたっけ。確かそんな気がしてるんですよね。ここはめっちゃ走って、あ、痛い、ミスター。もういけますよ、これは。このまま走れ。もうガンガンいきますよ。多分何回かゲームオーバーになっちゃうと思うんだよな。すっかり教訓にないので、これなんだっけな。どうすんだっけな。こうか。あ、で、6回ぐらいからだっけ。8回？全然覚えてねえな。あー、ここからありそうな気がするんですけど、もうすっかり忘れてしまったっすね。これだ。で、11回。ここか。そうだー。結構さ、今のさ、死ぬんだ。ここはもう一回死の。ここは一回落ちよ。さっきのはちょっとショック。いや、立て直そう。気持ちを立て直す。大事。大丈夫。で、28回ですね。これどうやんだっけ？あ、そこか。そこか。あ、マイスター！ ちょっと待って。普通に走ってしまった。ちょっと、違う、そういうことじゃないんで。違いますよ。こうですよ。これでいいんですよ。これでいいんですよ。これで。確かあれだな。こうですね。意外とうまくないですか。確かここは。こうですね。これいけますよ、いけます。ここか。ここね、ちょっと難しいんですよね。
ああ、ちょっと待って。そっか。そっか。わかった。思い出した。大丈夫。いけますね。58回でしょ。で、ここで1回鳥居の落ちの戻りの上にナメクジが出ますよね。あ、ちょっとビビったけど、あ、そうだ。これはあれか。点数か。確かもうワープポイントないはず。で、59回がちょっと難しいですよ。そうだ。ここだ。あ、ミスった。普通にミスってしまった。ちょっと、調子でいいんですよ。そうだな、もうすっかり。もうすっかりちょっとあれですね。なんかもう貝がピキピキになってる。ちょっと満身おごりですね。あ、違う。あ、ミスった。 ミスってしまった。落ち着いて、痛恨のミス。ここは大丈夫。タイム聞いていただいても大丈夫、大丈夫。あ、そうね。あ、ちょっと待って、落ち着いて。いけるかな。これいけます。そう、いけます。大丈夫です。大丈夫です。いけます、いけます。大丈夫です。確かここは上から2番目、ここですね。こんな感じかな。本当にね、皆さんもぜひドルアーガの貝の冒険やってほしいな。すごい面白いんで。まあ、多分慣れちゃえば60回ぐらいまでこうワープ使えばあっという間ですね。スペシャルステージからはなかなか大変なんですけど、いける。あ、これがあれか、ストーリーなのか。俺よく分かってないんですよね、ドドアゴンとっていう。すごい強そう。どんな感じの物語かがよく分かってないんですよね。ギルガメッシュとか。こうして貝は塔の最上階にたどり着きましたが、ドルガーナの魔力に敗れ残念ながら一新されてしまいました。そうなんだ。ブルークリスタルロッドはレッド・グリーンの3本に分けられ、ロッドのパワーを失われ封じ込められていた帝国のナイトたちも復活してしまったのです。ロッドの精霊だったドラゴンのクロックスもシルバードラゴン、ブラックドラゴンの3匹に置かれてしまい、正しきコラドドラーガに奪われてしまいました。かくしてストーリーはカイの恋人ギルがドドラーガを倒しカイを救うドドラーガの塔へと続きますが、あ、じゃあこれ前の話なんだ。この後も引き続きスペシャルステージでお楽しみください。どうもありがとうございました。
ね、まあこんな感じなんですよね。いや、スペシャルステージはやらないんですけども。じゃあこの、もしあれだったらね、この間になんかオープニングでも流せたらいいなぁと思うんですけど。ちょっとね、BGM 怖いんで。やっぱスペシャルステージはね、こんなスムーズにいかないですよね。もう一回やれるかって言ったらやれない。一回クリアしたことはあるんですけど、正直できるかどうかって言われたらできない。90回からがもう、すごい大変。けど、クリアした時はもう、回の冒険ってすごい、めちゃめちゃ面白いな。すごい楽しい。何回やっても飽きが来ない。BGM もいいですし、操作方法も分かってくると、もう回が自分のように動いてくる。自分のように動いてくる、あの、ざまだったんですけど。ねえ。ちょっとね、残念なんですよね。もっと綺麗に回が動かせれば、もっといいプレイだったんじゃないかなとは思います。で、それでは、ナムコ。とりあえず本当に単発っていう感じなんでね、この辺で終わりましょうか。ありがとうございました。ではでは、バイバイ。